大事に話したので、先ちょっと頭取りをやりたいというかお話でしたので、ちょっと頭取りだけお願いします。まあ、時間見ながらじゃない？頭取りの方はよろしいでしょうか。はい。一緒のところに来るんですよね。このままですか。途中でも全然撮影していただいて構いませんので、はい、よろしくお願いいたします。先生、ちょっと遅れていますが、じゃあ、本日、はい、あと私、思ったんですけど、せっかく銀先生来てくださってるんで、先生と一緒に私たち立って、この前で始まりましたっていう感じで、先生ちょっと一緒じゃないか、なんか悪いなという形で、これから公開でも先生に質問していただいたら、ですよね。テル様もご来賓の先生方もちょっと一緒に写真をでも立つとこれが見えなくなったから座りますか。はい、どうぞ座っていただきまして、ではテルちゃんさん、どうぞどうぞ。でも真ん中っていうのもあれかな。真ん中に、じゃあこんな感じで、で椅子あと2つ持ってきていただいてもよろしいでしょうか。なんかやっぱりこう真面目なっていうか、じゃあガッツポーズで。ではですね、本日、ロストジェネレーション世代、30年間声を上げられなかったこの世代が初めて全国ネットワークを当事者で立ち上げたという記念日になります。皆さんご来場いただきまして本当にありがとうございます。マスコミの皆様にも報道していただいたおかげもあり、全国
社会に届けて変えていくために頑張ります。頑張ります。本日は短い時間になりますが、氷河期ネットとはどういうものかということと、あと今後の活動などについてご説明させていただきたいというふうに思います。では、増山から最初のご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。はじめまして、就職氷河期世代当事者全国ネットワークの代表を務めさせていただいております。増山れなと申します。この会を結成するにあたって、この30年間、これを読めばいいですね。はい。新卒時の厳しい雇用状況により不本意な就業を余儀なくされたこの就職氷河期世代、正規非正規を問わず過酷な労働の中を生き抜いてきた就職氷河期世代は現在30代から40代後半の世代に達しております。その数1700万人と言われています。これは有権者の6分の1になるにもかかわらず、今までこの声がなかなか世間に届ける機会がございませんでした。ですので私たちは全国のこの当事者の声を代弁する形で、省庁に交渉に行きましたり、また、食堂を行って温かい食事や愛情のある時間を感じていただける場を提供させていただいたり、また今日も本日もご来賓で来ていただきました、片山先生をはじめ国会議員の皆様に力をお借りしながら、この声を国会にも届けて変えていく力となっていきたいと考えております。今更遅い、もう中年だしという諦めの声がありますけれども、その声を払いのけてですね、奪われてきた人生をこれから取り戻すんだという思いで頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあご来賓の方からご挨拶をいただきたいと思います。日本維新の会、参議院、議員、片山大輔議員、どうぞ。はい、はい、じゃあちょっと5分ほど時間いただきましたので喋らせていただきます。私、参議院議員の片山大輔と申します。私が今回増山さんとか小島さんにちょっとご招待を受けたのは、去年の秋の臨時国会予算委員会テレビだったんですが、その時に就職氷河期世代について質問させていただいたことがきっかけでした。で、その時に安倍総理にいろいろと聞いて、最近の予算委員会でこれだけその就職氷河期世代についてじっくり聞いたケースがやっぱなかったので、やはり皆さん注目していただいたのかなというふうに思っています。で、私は実は就職氷河期世代ではないんです。私はね、1992年に大学を卒業して、NHK に入ったんですけども、就職氷河期世代、俗に言うと、1993年から2004年頃までに大学や高校を卒業した人たちなんで、ちょうど私はギリギリ就職氷河期世代にならなくて、売り手市場で就職できたものなんです。で、私の2年後輩とか3年後輩で
優秀な人たちがたくさんやっぱ就職できなかった当時で、みんな今でもその塾でつなぎとなめ、なんとか食いつないでとかですね、そういうことで苦しんでいる人たちが多くて、だからその年代によってそのこうした就職においてのこういう違いが出るというのは本当に不公平だと思って、だからこの私はまあ政治家に4年前にまあ参議院議員になったんですけど、やはり今回のこの就職氷河期世代、国が本格的な支援を打つというのであれば、ぜひこれを実現させてもらいたい、その思いで私はまあ質問したという経緯があります。それで、まあ、その就職氷河期世代、今回去年官邸の方で、政府の方で骨太の方針の中に盛り込まれたことがきっかけで本格的支援を打ち出すことになりました。だけれどもその打ち出した背景には、今のその就職氷河期世代の人たちがこのまま、年を重ねて、高齢者になった時に、社会保障の面で無年金や無年金の人が発生するんじゃないかだとか、今労働力人口が減ってきているからなんとかその人たちも働いてもらいたいだとか、なんか正面からそのこの世代の人たちを救おうというよりも、サイドからやっぱこの人たちに何とか、社会復帰や労働市場に戻ってほしいだとかっていうのは見え隠れしてるんで、私はそうじゃなくて、この人たちの15年とか20年とか経ったこの人たちの苦しみをもっと分かった政策をしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思っています。それで今回政府が打ち出したのは3年間で650億円の支援を行うというふうに言って、これをかなり謳い文句にしています。ただこれ、新年度の予算でこれからその、650億円の中身いろいろと審議していくんですけれども、見てみると既存の政策のものがとってもいいんですね。新規の政策のものっていうのは、私ちょっとこう当初予算案いろいろ見てみると、新規のものだと事業規模で100億円くらいなんですよ。そうするとあとはね、その既存の政策をそのまま延長したりだとか、あとは就職氷河期世代以外の人たちも対象にしていたりとかですね、本当にこの就職氷河期世代の人たちに光を当ててるのかなと思うところも若干あります。これまでもそのいろんな政策はやってきたんですけど、あまり功を奏してない、成果を上げてなかったのに既存の政策の延長だけでいいのかっていう問題